皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。かなりね面白い超鉄壁固定見つけました。はい、多分これねリーグで勝つ上でもかなり安定感あるんじゃないかなと思います。今回キャラグラでやってるウィッチと裏レードラで、あ、相手もウィッチだ。これね、なんでこれが相性いいかっていうと、まあ本当にまあ見たらわかるとは思うんですけど、ちょっと待って、その前にウィッチに有利なキャラと大型2本引かないといけないんだけど、引けるかこれ。いや、ヒドラとかウィッチにボコボコされるからいけないんだよね。大型に頼む。いやー、引いたけどさ、パワードやばいな。サタンで頑張るか。で、なんでこれいいかって、まずウィッチだけで壁を作れるじゃないですか。それだけでも結構いいんですけど、ウィッチだけで壁を作りきれない場合もあるじゃないですか。ウィッチで遅延と支援火力を出しつつ、それで足りない時にレードラを置くっていう感じですね。だから、まあ、ウィッチだとちょっと隙があるんですけど、これで完全に隙がなくなる。ほんとそんな感じです。で、やっぱ壁プラス支援っていう構図ができているってところがまずいいところと、ウィッチのね、ちょっと火力足りねえんだよなぁが火力になって、火力で足りるよと。まあ、このパワーでいきましょうか。ちょっとね、ここもね、もう行きます。これ相手ウィッチね、いるのがちょっと重いっすね。なんとかなるかな。なんかなんとかできそうな雰囲気してますね、これ。本体殴れるから、こう倒してもらって、さあ来たのはゴーレム。そこそんな感じか。なるほどな、悩むとこだね、これ。サタンプリンセスして引き込んでここで戦いたい。入る、刺され、OK、天才。ここはやれるね。やったけど、問題はこれ大型がバフメット1なんで、このバフメット1をどこまで行かせるかって感じですね。さあ、引っ張って、なるほど、おサタンか、それあと一発だったら神だけど、ああ、そんな美味しい話はないと。でもダメージ入りましたね、これ。じゃあ、バフメットレードは出して、一応ウィッチ支援で置きましょうか。で、これだけいれば、多分火力ある程度出せるんで、ここで少しでも座標ずらしうまく使ってあげて、バフメットを生かしてあげる。多少ね、削られてはおりますが、あ、ドン。で、バフメットまで残ってますね。こいつがこっから、あー、でもね、こいつ多分ね、触られる気がすんな。そうだよね、触られたよね。まあでもやれてるんでいいんじゃないですか、ひとまずね。で、このトレイルダメージ入ってる。まあ10個下げますか。これ以上無理ですもんね。もうダメージ入ってるんで。ウィッチ対ウィッチってさ、結構不毛じゃね。ただこっちの方が奥に隕石飛ばせてるから相手にダメージ入るんだよね、こうやって範囲で。美味しいね。はい、というわけで10個下げ成功すると強 P プラス1ボーナスもらえます。てか相手浴びついてねえじゃねえかよ。それは有利だわ。ありがとうございました。さあ、それでは行きましょう。意外と有効かもしれないキャラ。来ました、相手に。です。ですって、まあ、そもそも強いじゃないですか。でも、ウィッチが意外とですに有効説があって、まあ、それがですね、隕石ってミニデス化しないですよね。なので、壁を張るってことは、イコールで、まあ、デスに一生スキル打たれてしまったり、ミニデス化がちょっと怖かったりとかするんですけど、デスの場合は、隕石に、それを打たないと。あ、打たない、スキルは打つんですけど、うん、どうしようかな。これデスに有効な大型引きたいんだけど。やばいな。大型来ないとまずいんでこれでいきますけど、デスかなりきついっす。きついっすね。まあ、隕石を壁にしてあげて、砦前を守りつつ、デスを引き込む。のが目標ですね。最悪、隕石が壊されても、壊されてね、なんかレードラを置かなきゃならないっていうシーンになっても、まあ、レードラを置いて、そのレードラがね、ミニデス化されてもね、それのね、ミニデス化されたレードラ、レードラのミニデス化されたやつを、うまいことね、これめんどくさいね、こいつ。まあ一応撃つんすけど、うん、無理だね。特殊部隊が地味に邪魔だね。そっからね、ウィッチのね、隕石のターゲットに変えてあげて、みたいなね、流れをね、作れるといいかなって感じですね。ダブルチビグリして、はい。ただ、ちびぐり引っ張られてですね。一応ね、確定で捕まれるわけじゃないんですけど、全然捕まれてますね。で、捕まれてるのもきついんですけど、一番きついのは、いつ消えるかな、これ。大丈夫、まだね。オッケーオッケー。
カマキリはやれたっすね。さすがにチビグリが強すぎるな。一応ね、チビグリが強いわ。隕石早く撃ってほしい。撃たないとね、これめんどくさいですからね。で、こういうシーンでレイドラを置きつつ、ちょっと待って、これ引っ張られるの結構きついんだけど。まあ、一応ね、一瞬止めた。引き込めるんで、ここでミニ行きましょう。さあ、ミニゲスもね、一瞬止めて、パードで抑えて、だからかなりね、コストがきついんで、ここね、なんとかしなきゃいけないんですけど、なんとかなるかな。ミノがめちゃくちゃ頑張ってますね。ありえんぐらい頑張ってる、ミノ。そんな頑張れるキャラじゃないんだけどな、ミノいつも。ただ、めちゃめちゃ頑張ってますね。いや、めちゃめちゃ嬉しいけどね。めちゃめちゃ頑張ってますね、これ。さあ、ケツ当てちゃんと綺麗にやって、いや、終わってるヒドラがクソ弱すぎる。結構ひどいヒドラだったな。スキルを打たない、終わってるヒドラだった。ただ、これで、バフメットがスキルを打たな、あ、打ってるけど、届いてないんだ、それ。へぇー。そう、届かないんだね。あ、でも、大魔法優秀。ただ、結構、まだ時間があるので、怪しいなって感じなんですけど、隕石をたげってくれている。おかげさまで、守れますね。はい。というわけでね、この遅延かける遅延のおかげでかなり苦しい展開にもなっても、展開になってもね、結構守れるっていうね。ヒュドラさ、今再生打った？俺ちょっと確認してないんだけど、ヒュドラちゃんと再生打ったかどうか。なんか、即死ななかった？大型はバフメットにしか合ってないよね。はい、それでは行きます。お相手がサタンですね。まあ、サタンはね、ミッチからしたらかなりきついです。結局闇玉で簡単に引っ張られちゃいます。ただね、まあ、レイドラは結構有効ですね。まあ、有効っていうのも、やっぱ闇玉で引っ張られて荒らされてワンパンっていうね、サタンのね、すごい強みをね、レイドラだったら少し耐えてくれるんで、そのね、一瞬耐えてくれるだけでもマジでありがたい話なんですよ。さあ、これはメデューサか？メデューサ出して、あ、もしくは巨大ロボだけでいくか。ただ、対空面は、対空面ウィッチあるんで、サタンの裏なんだろうな。ちょっとそこがわかんないんだよな。悩むとここれ。ちょっとね、これ悩むわ。裏がサンドラだった場合、ヒュドラ先に置いちゃうと一生射程持ってかれちゃってボコボコにされちゃうんですよ。いや、いいや。裏がサンドラだとしてもいいわ。うちマスケージ来るんで。取って、一応目で置きますか。確実に取りましょう。ああ、もう、あれですね。チビホは引いちゃったんだと。あのどうせもう刺さんないから使っちゃおうって感じですね。でさらにワイラと、これ裏ワイラかな。でワイラが強すぎて結構削られてしまっている。お、これビールってことは今日の大会見てる方ですね。ちょっと時間かけましょうか。ワイラがかなりめんどくさい。でまあウィッチですね。あれ削っちゃった。よくないんですね。一応壁張ります。怖いんで何やるか分かんないから。まあメリは行きましょうか、ひとまずね。はい、クラがね、オッケー、メリ行きましょう。後ろは止めてくれてる。ザレードで行きましょうか。でサタンであるならばここから組み飛ばすの強いですね。であと相手にワイラがもう1体いるんで、そこだけ注意しなきゃいけない。でここから俺も対空ないんで、あーこれね、チビフォアに行くの全然ありなんだよな。ありだけど、ここはヒドラ。組み飛ばすため。一回レイドラ置くのもありだったかもしれないな、これ。はい。まあ、ここはいいです。倒せればいいんで。ここはレイドラで、一回剣士弾きます。ずれてんだが、危な。どうせパンダなんですけど、突破できないんで、ここはもうドローですね。狙いはドロー。はい。チビフォア一回飛ばしましょうか。まあ飛ばせばそれできるんでね。というわけでドローっすね。はい、ありがとうございました。まあこれちょっと無理だったっすね。まあバサカもパンダ残ってるんで飛ばなくて、でヒドラ結局サタンにボコボコされちゃいましたね。まあただビーチのおかげでね、チビフォアとバイラ両方見れたんで、まあ、よかったかなと思います。はい、それでは行きましょう。続きます。いや結構バランスいいな、この固定。
隙がマジでない。ウィッチでやって足りない分レイドラで補うだけでこんだけ楽になるんだ。まあ、壁ってやっぱ偉大だなとは思いますけど、これ迎撃を固定してないんで大丈夫かなってちょっと不安だったんですよ。意外といけそうだな。あーなるほど、そんな感じか。サタンは悪くないけどちょクラガが重いっすね。あー強いな。行くか。サンドラだと思うんで裏がサイか。クラガにピクシー行って、もし流してきたらキャラをもうそこでクイーン行きます。まあ、こうやってないですね。しゃあない。大砲しっかり出てきましたね。さあ、ここはしゃあないとして、まあ、このね、最初のね、3位にね、行きたいキャラを行っていきましょうか。まあ、まず、ウィッチ置いて、さあ、隕石で止めたんで、ここで壁を張れている状態。まあ、ここね、削られたくないようにちゃんとキャラを置きましょう。はい。キャラを置いてる状態。で、ウィッチがこの後ね、殴ってくれるでしょうと。まあ、じゃあ、剣士を止めたのに、ニザ打ちたもう一個。まあ、いいか。結果削ってくれればいいわ。でこれ今隕石たげてくれてるんでウィッチがいい感じに削ってくれそうですね。これ一回ずらしましょうか。邪魔っすねこいつ。これ多分あのこの隕石を先に殴ると思うんですよ通常だったら。あ届くかな。あ届かないよね。スキルの範囲だよねこれ多分ね。届いてるね。これで抑えましょう。ここで抑えられればドハステンじゃなくてなんだっけ、破天荒か。破天荒入らないんでこのままやれますね。でここで一回弾きましょう。これ邪魔っす。ここで弾いて後ろに持ってきなったら熱いっすね。でカニ後ろにいるのか。それちょっとめんどいなあ。さあ、剣士はそれぞれ置いたんで、どうかなって感じではあるんですけど、端取れ、OK。ここ取れてるの熱いですね。はい。さあ、両方取れました。で、取りでも、ワンパンではないが、いい感じに削ってますね。これ、レードラいっちゃおうかな。はい。だいぶ削ってくれてるんで、で、あとはサンドラかどうかって感じですね。で、コスタ結構ある。ただ大型まだ一本も来てないんでこのコストなんで、大型切ったらそこのコストなくなるんでそこだけ注意ですね。さあピクドラ行きましょうか。ピクドラクイーン行きます。これも流します。はい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 、飛ぶやつだけ飛んでもらって、頑張って飛んでもらって。さあここっすね問題は。ツンツン、おおそっち行くんだ。まあいいや、倒せればいいや。さあどうかな。ピクドラ全部いってクイーンもいってるけどいけるんじゃないかな。1回ぐらい入んじゃないダメージ。レードラもいってるよ。はい、ウィッチ壁で張っちゃおう。まあ、これ剣士でもいいですけどね。守るんだ。よう守ったな。てかよう守ったけどさ、俺のレードラ死んだんだあれ。あら、てか相手のクラが生きてるし惜しいっすね。ありがとうございました。はい、それではラストいきましょう。ラスト相手これなんだ、サンドラかサタンか、ちょ、わかんない。なんか、何の声かわかんないわ。なんか、そんな感じのちょっとごつい声。頑張りましょうか。サンドラかな？いや、じゃあ、ブラックドラゴンだ。全然違うわ。ブラドラですね。で、赤ずきんはダメですね。ブラドラに対しての赤ずきんは不利なんで、持ってこないようにしましょう。ゴーレムグラグラなしだけど、まあ、全然悪くはないが、もうちょい回すか。ブラドラに有利な大型引けないかな。2本で、ゴーしたい。行きましょう、もう。ミノが頑張れるかなーって感じですね。まあ、札自体は強いんですけど、足もいるし、取れたらいいっすね、これ。大砲打ちましょう。お、え、優勝したんだけど。誰だ、これ。ブラドラ今回キャラクターやってんのかな、知らないんだよな。これ、俺が持ってない時のやつだ。はい。まあ、ひとまずそこら辺のボボで頑張ってもらいましょうか。悟空来ましたね。ワイラ行きましょう。そう、ワイラに大砲打ってくるか。打ってこない。早めのデスですね。で、これはミニデス化すると思うんですけど、これはね、さっき多分試合、他の試合で話したと思うんですけど、うまいことね、やれば、ミニデス化を耐えてくれる状態を作れると思うんで、ひとまずこれレードラで行きましょう。ただ、ここはね、もうね、レードラで行きます。こう、上目に切れば、多分デスが上寄ってくると思うんですけど、引っ張れると思うんで、ここでミノ行きたいですね。はい。ここでミノ行って、分回しはしてほしいんですけど、しないかな。さあ、ぐる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 、でかすぎー！いいね、いいね、いいね。あれ、入らずいけたね。あ、飛ぶか？飛んでしまう。ここ、ウィッチかな。さあ、ワイラーもいるのちょっとめんどいっすね。ただ、ウィッチを切ってうまいことね、
剣士か、もあ剣士じゃない、メディサか、あれがもしね剣士だったらねちょっとやり終わったんですけど、メディちょっとめんどいっすね。まだ触られてはいないがやられてしまうと。入った、ラッキー、なんで入ったのかわかんないけど入った。さあここも1回剣士で抑えましょう。結構時間余裕ありますね。さあレードをしましょうか。はい、ドン、確実に行きましょう。で上のラインもウィッチ行きましょう。もう負けないライン、負けないながら作ればいいんで、これ相手もブラドラ行くしかないんで、多分上に行くんじゃないかな。ブラドラアーム数いっぱいいるんで、今コース食べてんじゃないかな、ここ。そうだよね。でここで抑えてくるキャラ2コスいるんか、まだ2コスキルコストあるんだな。ダメージ入ってますね。ブラドラのスキル発動率がやばすぎる。どうなってんというわけでダメージ入ったんでね、これはもう守れば OK ですね。はい、グラグラドン、まあ、これね捕まってしまいましたけど、まあいいんじゃないですか。で10コス溜まってるんでね、強火ボーナスプラス1ももらえるというわけで、ありがとうございました。おいしい、久々に美味しい。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。新しいガチ固定が見つかりました。ウィッチと、レードラですね、まあ、かなり相性いいと思ってます。結構ねこれありなんじゃないかと思って、これ撮影前にちょっとやったんですよ。あ、強っと思って、まあ、安定感20丸。そのやっぱウィッチだけで済まない。ウィッチだって壁作ってくれるけど、そんなね壁作ってくれる人、ウィッチが壁作ってくれるから大丈夫みたいな感じのキャラではないんですよね。まあ、ついでに壁作ってくれるよねみたいな感じなんですよ。で結局スキルってなったら壁作んないし、ね、ウィッチをね前線に貼るわけじゃないからって感じなんですけど、まあ範囲攻撃でやっぱリーダーだから射程が長く、で前回の強化でね、あの奥行きすごい強くなったわけじゃないですか。奥行きっていうか上下のあのあれが強くなったんで、かなりね使いやすくなって、ただやっぱどうしてもね物足りない壁があるんですよね。でなんか例えば裏でさ悟空引いたとか、ね強いけど、じゃあその悟空壁にするのかって話ですよね。しないじゃないですか。はい、そういう時に役立つレードラ。で、ウィッチだとね、やっぱね、ちょっと火力足りねえんだよなってシーン、間違いなくあるんですよ。そういうシーンで出すレードラ。いや、めちゃめちゃ万能っすね。大型戦とかでも、ウィッチレードラだけで、だいぶね、だいぶ安定感あるなってぐらいには。まあ、もちろん大型に対しては大型切りますけど、それだけでもね、ワンチャン倒せるんじゃないかみたいな、あれがあったんで、はい、かなりね、バランスいいんじゃないかなと思います。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。